フェイントは、球技、格闘技などで相手を惑わせるためにする動作である。フェイクと、ほぼ同義であり、特定動作をするふりをすると、一般的には、解釈されている。ある行為の際に、通常向けられると予測される目線と異なる目線を、使用することで、相手を騙す方法。例えば、パスを出すときは、パスの受け手の位置を確認する必要があるため、目線をそちらに合わせる必要がある。 受け手の方は、その目線をヒントにパスが出される方向を予測し、パスカットなどの動作準備を行うが、その気をつくため、行為の成功率が高くなる。サッカーやバスケットボールでは、ノールックパスがよく使用される。格闘技でも、目線を下げて、ローキックを放つと見せかけて、ハイキックを放つといった方法で使用される。バレーボールのフェイントは、スパイクを打つと見せかけて、 弱く返すことのことである。スパイクに合わせたブロックを回避するのが主たる目的である。フェイントという用語は一般的な意味では使われないため、他の競技でフェイントとされるものには別の名称がついている。例えば、時間差を利用したフェイントなどは時間差攻撃などである。ありがとうございます。